行ってまいります。一条さん、おはよう。おはようございます。俺には恋人がいる。一条ゆりか、いわゆる社長令嬢ってやつで、学園でも有名な美少女。しかも巨乳だ。当たって砕けるつもりで。好きです。僕と付き合ってください。はい、喜んで。付き合って5回目のデートは今でも忘れない。すっごく美味しい。お昼から制服着て食べ歩きなんて夢みたい。デートでクレープなんてベタだけどね。したいことがあったら何でも言ってよ。したいこと？もちろん俺にできる範囲で頼むよ。で、ゆりか、どこか具合でも悪い？あのね、明日ないと思うかもしれないけど、ゆうすけくんのお家行ってみたいな。